パウルス4世は、ローマ教皇。本名ジョバンニ・ピエトロ・カラファ。カトリック対抗宗教改革への意欲に燃える、教皇ではあったが、厳格すぎる性格のため、敵を作ることが多かった。ジョバンニ・ピエトロ・カラファは、ナポリの名家の一員として、ベネベントで生まれ、叔父のオリビエロ・カラファ数奇教の指導を受け、彼の推薦で、教皇庁へ入った。キエーティ司教。 教皇レオ十世の指示によってイングランド教皇特使、スペイン教皇大使、ブリンディ時代司教を歴任した。スペインで礼遇され、そこで感じた強烈な憲悪感が、神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール五世と、ハプスブルク家に対する不信感につながり、後の教皇としての姿勢に影響を及ぼすことになる。1524年、クレメンス七世の許しを得て、 すべての聖職録を実施、ガエターのティエネと共同でテアティノ会として知られる聖カエタノス修道会の創設に加わり、初代総長として修道生活に入った。ところが1527年のローマ略奪で、テアティノ会はローマからベネツィアへ退去カラファもベネツィアへ逃れ、ティエネが次の総長になったが、カラファは1532年にベネツィアで、 教会改革の意見書をクレメンス7世へ送り、改革派の急戦法として知られるようになった。やがて改革教皇と言われていた、パウルス3世に声をかけられて、ローマに戻り、ガスパロ・コンタリーにレジナルド・ポールラと共に、教会改革のための委員に任命された。カラファが、権力の中枢についたことは、人文主義的な教皇の時代が終わり、 スコラガクとトマス・アクイナスのとであったカラファの時代になったことを顕著に表すものであった。1536年12月にカラファは数奇教に選出され、1542年にローマの異端新聞書所長にも任命され、イタリアの異端新聞書を再編成して、異端根絶とプロテスタントのカトリック復帰に厳しい手段を持って努力した。この時から、 厳格さと無慈悲さで恐れられ、異端であれば、たとえ自分の父親であってもあぶりにするだろうと、抗言してはばからなかった。強硬な態度はプロテスタントへの姿勢にも現れていた。マルティン・ルターラ・プロテスタントに、一定の理解を示し対話を考える派と派の、コンタリーニに対して、最初からプロテスタントを異端とみなして、弾圧を主張する高派のカラファは、意見が合わず、 両者はカトリック教会の風紀粛清と人事刷新で目的は一致していたが手段に違いがあり前者は説得で後者は弾圧を重視していたこのため1541年にプロテスタントとカトリックの和解を求める皇帝カール5世の移行に沿ってレーゲンスブルクでフィリップ・メランヒトンマルチン・ブツァー・ラ・プロテスタントと対話して妥協したコンタリーニーに カラファは激怒、パウルス三世もルターも妥協を拒否したため、カトリックとプロテスタントの和解は失敗しカトリックはカラファの路線に突き進むことが明らかになった。1545年から開会したトリエント公会議に出席したが、ここでもコンタリーニと同じ派と派と見たポールをルター派だと非難している。ポールへの敵視はこの後も続き、1549年の パウルス賛成死後のコンクラーベでは、強行有力候補だったポールを再びルター派だと、非難して、落選に追いやったとされている。1549年から1555年まで、ナポリ大司教を務め、1553年に、ユリウス賛成により、首席数機卿に、任命。1555年3月23日に、ユリウス賛成が死去。 続いて選出されたマルケルス2世も5月1日に休止したため5月23日にコンクラーベで妥協案として選出されたカラファは教皇パウルス4世を名乗ったしかしカラファが教皇に選ばれたのは大多数の人々にとって意外な出来事であった彼が78歳という高齢であったことに加えその顔面にして非妥協的な性格から とても教皇職を引き受ける気にはならないだろうと思われていたのである。しかし彼はカール5世の強力な反対を知ってあえてこれを受けた。パウルス4世を名乗った教皇は教皇庁が大国の思惑に左右されている現状を改善することに情熱を注いだ。教皇はハプスブルク家と犬猿の中であったがそれはいろいろな場面で現れた。 1555年に成立したカトリックと、プロテスタントのアウクスブルクの和議に反対、翌1556年のカール5世の皇帝大位と、弟のフェルディナント一世即位のいずれも、反対、教皇の権威を増すべく、フランス王ンリ2世と手を組み反スペイン同盟に、組みした。一方、パウルス4世も他のルネサンス教皇たちのように、ネポティズムを避けることができなかった。 即一直後に、おいで評判の悪い傭兵隊長だったカルロ・カラファを、数奇教に任命、別の二人のおいも数奇教に投用し、コロンナ家から奪った領土を与えて、資産増加の便宜を図った。親族に与えられた資産の多くはスペインよりの、人々から没収したものであった。しかし、数奇教に投用した、カルロ・ラ・カラファ一族の応暴は目に余るものであり、教皇は、 カルロの勧めと反スペイン感情に引きずられ、カール5世の息子のスペインをフェリペ2世に攻撃を仕掛けようとスペインとの戦争に踏み切ったが、彼の外交における失勢とスペインとの圧力の結果、1557年9月には、ナポリ副王のアルバコフェルナンド・アルバレス・デトレドが率いるスペイン軍がローマに進軍する事態に至った。ローマ略奪の再来が予感される中、アルバコは、 教皇とは僕を結び、教皇の方は反スペイン同盟からの離脱を余儀なくされた。さすがに、ここに至ってカルロは解任され、他のおいたちともども追放されたが、教皇の顔に泥を塗ることになった。カラファ一族の追放後、パウルス四世はそれまでの行いを反省して、自己批判すると改革に邁進したが、方法は異端審問を重視する恐怖政治だった。 教皇は強烈な反ユダヤ主義者で、彼にとって、ユダヤ人は、神から見捨てられた存在であり、キリスト者の愛を受けるに値しない民族であった。1555年には、会直、クムニムスアブスルドゥムによって、ローマに住むユダヤ人をゲットーに追い込んだ。ユダヤ人の生活は制限され、夜間は外出禁止になった。ゲットーの建設は、 以後の教皇たちにも受け継がれ、イタリアの諸都市で、ユダヤ人は、差別を受けることになった。19世紀になっても、ピウス旧世の保守的な政策のため、ローマのゲットは、西欧に最後まで残ったゲットとなった。異端審問で国会を異端的発や、社会統制と捉え、異端告発は日常となり、修道院に属さない、修道士は100人以上逮捕された。 禁書目録を制定したのもパウルス四世であり、1558年にデジデリウス・エラスムスの著書も含む禁書目録に承認を与えた。パウルス四世はイエズス会とトも圧力を起こしている。初代総長、イグナチオでロヨラからは異端に容赦ない姿勢を恐れられていたが、教皇とスペインの戦争でロヨラが死去した1556年から第二代総長、 ディエゴ・ライネスが選出された1558年まで2年、かかった。イエズス会の規則に介入し、政務日課の老将と総長の任期を、終身から3年に変更するように言い渡し、ライネスは、教皇存命中は、命令に従ったが、教皇の守護は、高等命令だったことを理由に守護は守る義務が、ないとの根拠を掲げ、どちらの命令も撤回した。また、 1558年に即位したイングランド女王エリザベス一世に対して非常に冷淡であり、その多いの正当性に疑義を呈していたため、外交交渉を拒否した。異端審問を強化し、徹底した厳格さで改革に取り組み、反対する数奇教たちを投獄までしたため、改革に乗り切れなかった数奇教たちの肝を冷やすことになった。 特にジョバンニ・モローネ・スー・キ教を異端の疑いでサンタンジェロ城へ投獄したことやユリウス三世によりイングランドへ教皇代理として派遣されていたポールも異端の疑いをかけて解任したことは失策であり対抗宗教改革は遠のきイングランドのカトリック復帰の機会もなくなった教皇は音楽や美術に理解のあった2代前のユリウス三世とは 対照的でシスティーナ礼拝堂の学長であったジョバンニダ・パレストリーナらはわずかな年金で解雇された。また、ミケランジェロの作品でシスティーナ礼拝堂の壁が最後の審判にイラタイが多数描かれていることを嫌悪し腰巻きをつけたさせた。1559年8月18日、83歳の高齢で死去。ローマ市民は 教皇が死んだ途端暴動を起こし、異端新聞書を破壊したり囚人たちを解放したり、教皇の銅像を破壊した。史上最も憎まれた教皇だと言われたが、教皇の信頼が失われていたためこのような事態が起こり、パウルス4世の知性は成果が何もなかった最悪の時代だった。死後は反対派のピウス4世が次の教皇に選出。 カルロ・カラファとバリアーノ・公、ジョバンニ・カラファ兄弟の裁判と両名の処刑、モローネス・ウキ教など全教皇時代の罪人の釈放、禁書目録の修正と、異端審問の制限を行い、親、ハプスブルク家政策を取り、スペイン、神聖ローマ帝国と関係改善、トリエント公会議を招集して、対抗宗教改革を実行するなど、パウルス四世の政策の見直しと、 対抗宗教改革を推し進めていった。不評が多かった、パウルス4世だったが、優秀な人材を見出していた。それは、ドミニコ会士、アントニオ・ギスリエイリで、教皇になると引き立てて出世させ、異端審問所長官に任命した。ピウス4世の死後、ギスリエイリは、ピウス5世に選出、トリエント公会議の決議を実行して、対抗宗教改革に貢献。 死後に劣勢された。日本人初のヨーロッパ留学生として、ローマを訪れた、鹿児島のベルナルドは1555年にこの教皇と、対面、ローマ教皇に越見した、最初の日本人となった。A.B.C.D. スチュアート、P.229。A.B. バンソン、P.153。新カトリック大辞典編纂委員会、P.1625。 シンカトリック大辞典編さ委員会 P1109P1625P1626 シャステル P25P393 プロスペリ P18 石鍋 P164ABC シンカトリック大辞典編さ委員会 P1626 バンソン P153P154ABC 鍋 P172 モンタネルリ、P297P301P317、プロスペリ、P79。ABCDEF バンソン、P154。モンタネルリ、P321P322、石鍋、P171P172。スチュワート、P229P230、プロスペリ、P82、石鍋、P173。 AB スチュワート、P230。モンタネッリ、P322、P327。シャステル、P369、P370。石鍋、P173、P174。モンタネッリ、P327。プロスペリ、P115、P140、P141。モンタネッリ、P307、P308。バンガート。 P53P55。モンタネッリ。P327P328P341。シャステル。P369。プロスペリ。P82。石鍋。P172P173。モンタネッリ。P378。シンカトリック大事件編纂委員会。P105。プロスペリ。P173P174。AB 石鍋、 P174 モンタネッリ P329 P330 スチュアート P230 P231 バンソン P154 P155 プロスペリ P82 P83 バンソン P155 P156 シンカトリック大事件編纂委員会 P152 ありがとうございます